こんにちは。何度寝もしてさっき起きたんだけどね。こんにちは、こんにちは、こんにちは。なんか最近全然メイクしてなくてごめんね。みんなもうメイクした夏希の顔忘れたよね多分。おはよう、おはようじゃないのか、おはようは夏希だけ。こんにちは、どうも、おはよう。なになに。ちょっと待ってね、テロップ打ちます。今日はみんな楽しみだな。おはよう。こんにちは、こんにちは。みんな今日は風流フェスの日です。そして何ですか。配信もあります。無料で見れる配信があります。だからぜひそちらをチェックしてください。配信の時間完璧。嘘、やったー、配信の時間完璧だって。たまり楽しんできて、楽しんでくる、ありがとう。本当にアリーナーだよ、リアルアリーナーになった、嬉しい。あ、もう並んでるの。もうたまりついてるの。そうなの。じゃあ並んでる時にちょっと暇つぶしに見れてよかった。ピンをゲットしていきました。なんか変だな。もちろん後でアリーナの感想を教えるよ。あ、ヘアピン可愛いって言ってくれたけど撮っちゃった。今日配信で見る、ありがとうございます、嬉しいです。とってもとっても嬉しいです。とってもとっても嬉しいです。なんかさ、夏にいっぱいフェス出させていただいて、そしたらまだフェスが続いていて嬉しい。スイスイありがとう。おはようじゃないんだった、ごめんね。何回もおはようって言っちゃって、今私がおはようなの。コールします、ありがとう。いっぱいコール聞かせてくださいね。え、あったかいの、寒いのかと思った。今日いろいろアイドルさん見れて楽しいイベントね。いろんなアイドルさん見れますよ。ここに、あ、ちなみに今日は12時10分くらいまでかな、やろうかな。スイスイありがとう。こんにちは、こんにちは。え、仕事行くより早く家出た、ありがとう。そっか、今日はどの衣装かなね。衣装も楽しみですよね。私も楽しみです。あ、私はもう知ってます。私は知ってるんですけど、私も楽しみです。あ、こんにちは。お、グッドモーニング、まだモーニングだ、やったい、夏希と一緒。グッドモーニング、グッド。スイスイ、俺だ、どうもどうも。春読衣装と予想中。おー、なるほど、確かに今までの流れを考えるのも
難しい。何できたっけ。セカを何着てたっけ。米フェス。もう記憶がもう昨日一昨日とかそのくらいのはずなのに。たまわりファイトありがとう。頑張ってきます、頑張っていきます。確かにレスが全方向にこうできるのか。そうだそうだ、赤いやつですよね。そうだったそうだった。じゃあ何だろうか今日は。ワクワクだね。私はみんながどこにいるのか確認できるかどうか緊張しています。すごく広いと思うからピンクヒーローを頑張って探す。なるべく昨日スイスイの声聞いてネタが出てくるかなって言ったけど結果すごい怖い夢見ました。え私って悪夢効果あるのかなこの声って。もしかして。こんにちは、お仕事中なので脱落します。埼玉スーパーアリーナ楽しんでね。ありがとう、見てくれて。お仕事頑張ってね。こんにちは。今日はね、なんで配信したのって思うじゃん。特に意味はなくて今日の埼玉スーパーアリーナ楽しみだから配信した。あと結構ね出番が夜だから今日配信できるのかなどうかなって思って。本当はさ感想をそのすぐに言いたいんだけど、もしねできたらしたいなって思ったんだけど、ワクワク配信にした。ほんと？スイスイはね多分何度寝もして今日は。昨日夜がなんかちょっと遅く寝て、謎に遅く寝て、あこれは早く寝なければと思って、それでそう気づいたらこうなってた。でもいっぱい寝れてよかった。そうお昼もぐもぐ配信じゃないの。そうワクワクさん配信なんか聞いたことある。帰りがあるからこの時間のがありがたいですか。よかったです。みんなもね今日は現地に来てくださる方は今日夜が遅くなってしまうよね。そういっぱい寝た、なんかちょっとずれた時間でいっぱい寝た。ちなみにすいすい隊会員限定のあの顔は仏。こんにちは。やっぱりさ声でさ寝起きってバレるのかな思ったんだよね。なんか一個殻をかぶってるような声がする。こんにちは、こんにちは。え、いたた、いたいたい。ピンに挟まれてて。絶対つけるとこここじゃないんだよね。先生ありがとうございます。取れない。
取れない。こんにちは。ちょっと取れない。なんかこのピンの挟む力がすごすぎて取れた。このピン挟む力が強いんだよ。掴んだ量が少なかったからがっちりキャッチされた。お、今向かってるだって。ありがとう、みんな。みんな。今日はもう向かってくれてたね。いや、本当にごめんなんだよ。最近さ、起きて配信とか、だから。そう、さっきも言ったんだけど、もう夏希がメイクしてる顔忘れた。でもそんなにめちゃめちゃ顔が変わるほどのメイクはしてないはずだから。信じている。なんかね、ルアが3期生は加入からめっちゃメイクが変わったって言ってて、みんなメイクの仕方変わったって言われたんだけど、あ、でもなつきちゃんはそんな変わってなかった。夏希はメイクを変えないとなって思って。そう、変えたいんだけど、なんかね、変える方法が分かんないんだよね。そうなの。どうやって変えたらいいんだろう。こんにちは。すっぴんしか知らないってあるの。そんな。私ショールームするとき毎回すっぴんの人みたいな。なんかね、私ね、すっぴんで配信するとすっぴんの波が来るんですよね、たまたま。でも本当にね、私は昨日リハーサルもいっぱいしたし、楽しみ。聞かれても困りますよね。今日12時10分までです。こんにちは。なんか特に何も考えてなくて、何もすることないんだよね今。なんかすることあるかな。こんにちは。おすすめのお菓子、おすすめのお菓子はお札スナックです。私の大好きなお札スナック。今日の見どころ、今日の見どころはね、オーバーチャーが鳴って立ち位置に間に合うかどうかですね。さすがに間に合うかな。今思ったの、広いから、そう、おばあちゃんなって、で間に合うかなっていう、そうがちょっと気になってる。立ち位置間に合うか問題ね、これすっごい私気になってるんですよね。実際にその大きさで立ったことないから、レッスン場を横に使って
考えたりはしたんだけど、そう、さすがに埼玉スーパーアリーナのサイズのレッスン場はとっても珍しいから。配信で間に合うか見守ります、ありがとう。そう、リハーサルとは違う広いステージって、そうなんだよね。しかもタイミングを考えてて、私はどのタイミングで、なんかギリギリにつきたくて、そうギリギリ攻めたら間に合わないかもしれない。まあ、最後にちょちょって走ったら間に合うか、大丈夫か。ただオーバーチャーでちょちょって走ることはできないから、オーバーチャーでみんなが間に合ったらいいなって思ってる。あれ、これどうやるんだ。スライディング、いいね、かっこいい。埼玉スーパーアリーナでスライディング衣装が今日の衣装のちょっと写真チャットにもあげてね。うん、あげるね、ちゃんとあげますね。なんかあっという間、なんかさ、今日がさ埼玉スーパーアリーナっていう感じしなくて、今私が普通に配信してるからかもしれないんだけど、今さ並んでくれてる人もいるじゃん、並んでくれてる人もいるけどさ、なんか夏希普通に配信してるから、みんな埼玉スーパーアリーナいるけど、夏希埼玉スーパーアリーナ行かないみたいな気持ちなんだけどみんなは埼玉スーパーアリーナ行くんだね。今日行くよ、ありがとう、待ってます、ありがとうございます。みんな行ってるんだ、すごい、ありがとうね、なんか本当に行くの忘れちゃいそうで、ちょっと待っててね、みんな後からついていくからね。こんにちは、こんにちは。心だけ飛ばします、ぜひ心は埼玉スーパーアリーナに。行きたいけど行けない、そうか、そうだよね。じゃあ写真とか送りますね。そう、出演するのが19時10分からだから結構夜で、そう、それまでゆっくりしてるんですよね。気持ちは埼玉スーパーアリーナ、おお、埼玉スーパーアリーナ、そう、夏希ちゃん行かないといけない全然その気持ちじゃなくて、だから私は今この配信が終わった後に送るメールとかを考えようか。こんにちは、スイスイありがとう、こんにちは。みんなバスで行くの、会場まで新幹線で、それは魔法で行きますさあ何でしょうか、魔法で行きたいと思います。すごい、これさ、もしかしてさ、ちょっと待ってね、すごい、iPad の方でさ、夏希が配信してるのを見つけた。こんな風に映ってるんだね。キャンプでも12時から配信予定だから大丈夫。お、よかった、よかったです。初見です、ありがとうございます。あら、NMB ファンさん。NMB さんファンさん、サンファンサンファン、
ワイワチャリで、すごっ。ここから埼玉スーパーアリーナまでチャリで行く人なかなか。あ、こっからじゃ、新潟じゃないのかな。ほうきに乗って魔法をちょちょいっとかけて、さららんと埼玉スーパーアリーナまで行きます。その魔法教えて、行きたいって。もうね、夏希もその魔法に失敗したら新潟にいます。でもどこでもドアって本当に欲しいよね。ドラえもんの道具欲しいって思う。帰り一緒に乗せません。サンファンさん、どこでもドアね、そう欲しいよね。もうそう、みんなに来てほしいよ。埼玉スーパーアリーナって本当にすごくない？私も突然知ったから、埼玉スーパーアリーナの別に出ますって。だからええってなった、それ聞いた時。あのすぐにママに言いました。埼玉スーパーアリーナだってって。タケコプター、いいね。タケコプター、でも最近寒いからタケコプター、あと雨降ってるからタケコプターしたらね、あの倒れる。どこでもドア、そうそう、どこでもドアあったら遠くのフェスも一瞬で行けるし、最近思うのは新潟に行きたいカフェがいっぱいあるの。なのになんかそのお仕事の合間とかに行ける距離じゃなくって、全然行けないからどうしようってなってる。そうなの。こんにちは、すいすい、ありがとう。フォローしてくれてありがとう。埼玉すいすいアリーナすごい。なんで埼玉すいすいアリーナわかったの？ありがとうございます。よいしょ。マジレスウッド埼玉スーパーアリーナには京浜東北線に乗れば行きます。お、ピューンですね。四次元ポケット欲しい？わかる。四次元ポケット、そしたら何でも出てくるよ。ペンライトも。こんにちは、新潟は車かどこでもドア。確かに車ね、運転してみたい、夏希。でもまずはバイク。でも私こんなにバイク運転したいって言ってて、多分人生でバイク運転しないんですよね、おそらく。そろそろ入場なりそう。そうなの？もう入場なの？一回退場してみますか。そろそろ電車乗って東京行った後埼玉向かいます。あー、ありがとう。頑張って向かってくれてるんだね。埼玉すいすいアリーナもぜひ来てください。みんなのこと見つけれるかな。埼玉は東京よりも近いし、会場は駅からすぐだからまだ余裕。お、すごい近いんだね。いつも新幹線から見えるたまりに電車が、めっちゃわかる、めっちゃわかる。通るたんびに、あ、埼玉スーパーアリーナだーって思ってる。でかいなーって。夜通るとさ、ライトついてたりするからいいなーって見てるよね。バイク転ぶと痛いよね、なつき。絶対転ぶよ。そしてバイクを起き上がらせられない。11時半から入場。あ、そうだっけ、11時半だったっけ。お、 A 席だって、いいね。 A 席はもう前ですよね、ステージの。配信組、あ、配信組一緒ですね。一緒ですねは違うか。
こんにちは。え、バイクで怪我中。わあ、大丈夫？大丈夫か。夏希が代わりにその怪我をもらってあげよう。こんにちは。こんにちはでーす。お、夏希千葉出身だからってこと？野球はね、夏希のお家はね、横浜ファンなんですよね。だけど千葉ロッテも何回か見に行きました。こんにちは。右腕折れてるの？そうなの、直してあげます、魔法で。そっか、すごい事故だったんだね。ゆっくりしてください。スイスイありがとう。こんにちは。なんか配信してたらだんだん脳が起きてきて、あのこれまでの記憶ないんですけど、たまりのネーミングライツ取って埼玉スイスイアリーナね。私は埼玉スイスイ、違うよ、 SSA でスイスイアリーナだよ。もう全部スイスイにしちゃう。僕のお家はヤクルトファンです。お、そうなんですか。ベイスターズファン同じ。おお、一緒だった。あ、ちらってありがとうございます、見てくれて。魔法ありがとうございます、ありがとうございますね。何の衣装かお楽しみに。そうなんです、ベイスターズファンで、お父さんとお兄ちゃんと弟がベイスターズ大好きで、夏希もついて行ったことがあって、お母さんはその間は家事をしてくれてるんだけど、こんにちは。インドネシアから来ました。あー、ありがとうございます、初見さん。そう、千葉ロッテはね、見に行ってたんだけどね、いつもお家ではベイスターズの試合が見えてます、映ってます。またスイスイ来た、またスイスイ来た。これは見ないでください、私は日本人です。お母さんありがとう。そう、お母さんありがとう。チアガールのディアーナ目指してる。ディアーナって何ですか？チアガール。でも、あの、なんだっけ、その野球いっぱい見てた時さ、最初にとか途中にとかチアガール出てくるじゃないですか。私あれやりたいなって思って、あれのなんか募集があったら行こうとしてた。すっごい昔ね、すっごい昔。日本人ですか？ Yes 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 yes。 日本人です、ジャパニーズ。そう、私は弟います。あ、ベイスターズのチアガールのことをディアーナって言うんですか？へえ、初めて知りました、ディアーナ。なんかさ、グッズの説明とかもしますよね、グッズの説明。こんにちは、こんにちは。お、JKT48 さんファンなんで、ファンさんなんですね。サンファンサンファンなんですか？すごい高度な日本語を使ってしまった。
さっきの流れで高度な日本語使っちゃった。分かったかな。サンファンさんなんですか。そう、水星人、水星人です。こんにちは。サンファンさんさ、絶対さ戸惑ったよね。うわ、今の日本語知らないって、なんて言ったんだろうってなってるかな。大丈夫かな、大丈夫かな。グッズ説明は NGT のコンサートでもあるやんって。なんかね、2人くらい代表でね出るの、ベイスターズの。それで粉がありますよってするの。こんにちは。そう、サンファンサンファン GKT48 ファンサンファンサンファンサン、スイスイありがとう。なんかさ、サンファンサンファン言ってたら本当に日本語じゃないみたいに聞こえてきた。わかる。今日すごくあの配信見てくださる海外の方が、こんにちは。 I don't know JKT48。 知らんのかい。知らんのかい。知ってると思って。こんにちは。水星のこと、いつくらいから大人扱いした方がいいです。大人扱い。え、夏木も大人ですよ。大人です。私はもう、だって知ってる？私は2004年生まれですよ。もう大人ですよ。そう、なんかね、意外と大人なんだねってさ言われるんだけどさ、普通に大人なんだよね。ね、グローバルな配信でも私は I don't know NGT48。 あー、そうなんですか。 NGT48 です。You 覚える？ NGT48。ウェルカム、ウェルカム、ウェルカム。桜坂46、斉藤冬香さんのファンです。あ、ありがとうございます。見てくださって、こんにちは。 NGT48 です。04ライン04ライン、こんにちは。アジアの皆さんは朝配信、今朝なのかな。OK、 ファン AKB48&JKT48。 そう、 JKT48 won't touch AKB48。 おー、なるほどなるほど、交流してほしいということです。もう理解するのに必死なの。ああ、アンダースタンド、よろしく。分かってくれてるのかな。成人式は次あるのの次です。次来るのに次。こんにちは。You 覚える？ NGD48。 怖い。あ、バムの写真見てくれてありがとう、ありがとうございます。昨日バムさんゲットしましたよ。こんにちは。なんて言うんだろう、ちょっと待って調べたいけど、
調べられない。え、前髪？嘘。あ、前髪はね、もともと短くてね、そうなんですよ。なんとなくごまかしていたんだけど。なんだけど、やっぱりまだ短い。そうなんですよ。ニューシングなんだか JKT48 さよならクロールリリース。さよならクロール、今夜です。お、夜です。夜ですか。そうなんですね。ということは今この配信を見てる方はいろんな時間ですね。ちなみに今こっちはね、お昼前ですね。11時37分。これから日向坂の人を見、あ、そうなの？そうなんですか。 You 覚える NGT48 ニューシングル、ニューシングル、ニューシングル JKT48 さよならクロール。おお、なるほど。リリーストゥデイですか。なんとなく分かってくれてるのかな。みんなが協力してくれてる。先生ミネストローネ作ったの。なんかミネストローネがあのもともとできてるのはあったんだけど、一応パンとか切った。パンとか切った。グローバルな配信だね。今昼です。今昼、今日は壁車なのか。でも壁車かな今日は。さすがに埼玉スイスイアリーナだから。スイスイありがとうございます。今宇宙です。そうですね。あ、ん、あ、日本でいう18時ってことか。18?18時夕方。おお、すごい。昼前と夕方と夜と集まりました。そうなんだね。こんにちは。なつきなんて返したっけな。日本時間18時に MV を公開します。ああ、なるほど、そういうことね。なるほどなるほど。うん、見ますね。ありがとう、教えてくれて。お、早めのお昼休憩。うわ、よかった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 です。めっちゃなんか大丈夫かな。私今 JKT48 さんファンさんとサンファンサンファンとあの架け橋に慣れてる。どうしようかな。なんかね、メールにね載せる写真をね考えてるんだけど、最近メールに写真がたまに載らないんですよね。バグってるのかな。だから何が載ってて何が載ってないかわかんない。そう、あれ、シャニソングラデュエーション。そうなの。上村ひなのさんが一日署長で三条市に来てくれる。
そうなんですね。一日署長。さよくろ懐かしいね。懐かしいね。のんのんのんって何？のんってなんだろう。のん JKT48 のんのん。あ、ユーハトの写真は来たのか。うん。あ、ユーハトの写真来た。ユーハトの写真載せたっけ？載せたか。JKT サンファンさんとの架け橋ね、サンファンサンファンとの架け橋になってる。こんにちは。あえて載せてなかったわけではない。そう、あったの。あと件名がないメール。件名がないメールってさ、夏希絶対件名打って送るから、それはもう完全にあのバグったんだなって思ってください。こんにちは。We are 48 family. Don't hate JKT48. Yes, yes. 仲良し。仲良し48。ファミリー。Yes, family. We are 48 family. こんにちは。こんにちは。なんかすごいね、あのスイスの国旗がついてるよ。こんにちは。スイスありがとう。今11時42分。嬉しい。ありがとう。この時間帯って海外の方が見てくれるのかな。そう、我々は48ファミリー。そうですよ。ナチュリー英語力あるの。え、今ので英語力あったな、月。嘘でしょ。今の見て英語力あるなって思ってくれたの。嬉しいけど本当ですか？日本人はなかなか見れない時間帯。わかる。みんな今お仕事とか学校とか頑張ってるから。今何時なんだろうね。こんにちは。ありがとう、見てくれて。あれ？入場って何時なんだ？入場って何時？調べちゃおう。こんにちは。え？ちょっと待って、ん？9時44分、朝か。朝なんだ。なるほど。あ、整理番号遅いから待ってる。なるほどね。そうなんだ、そうなんだ。そういうことね。ちょっと待って、なんだっけ。風流フェス。あ、あのさ、いや別に好きですだって。 Thank you。 嬉しい。お仕事しながらラジオみたいに聞いてる。え、そうなの？ありがとう。あ、マイクテスト。そうそう、入りそう。よかった。じゃあもうちょっとですね。もうちょっとで NGT が出るまで待っててね。日本とは2時間の時差がね、意外とちっちゃかった。思ってたより時差は。こんにちは。ね、嬉しいだね。よかった。仕事が終わったら埼玉スーパーアリーナに行きます。あ、待ってるます。ありがとう。楽しみにしていますね。
なんかさ、今日がさ風流フェスだとまだ思ってないですけど、あのさ、ご飯食べてますちょっと馴染んでる。そう、風流待ってるます。そう、本当に自覚ね、困ったよね大丈夫かな、ちょっとさ、今日だよ、今日だよ、私今日だよ。好きな食べ物はナシゴレン、ナシゴレンです。それはどんな食べ物？日本のほぼ南、あんまり時差がないんだ。へえ、いいこと知った、いいこと知りました。あと昨日私あれです、あの揚げなすしそみその回をちょっと寝る前に見た、途中まで。お疲れ様です、ありがとう。お疲れ様です。ひらひら少しのぞって、ありがとう、ありがとうございますね。集合時間さすがに遅れないように頑張りますね。そっか、オープンが11時30分でスタートが13時で、13時5分から一組目の方が。なるほど、このオープンからスタートまでの間って何があるんだ。ナシゴレンはインドネシアのチャーハン、あ、インドネシアの料理、ナシゴレン、おー、あい覚えたな絶望的。こんにちは、こんにちは。いいね、ナシゴレン。私あのタイのパイナップルチャーハンが好きです。早めに入ったら入ったで開演までの時間も、そう結構あるみたい。この間はどうするんだろう、なんかあるのかな。あ、びっくりした、曲が流れるところだった。なるほど、インドネシアは暑いですね。そうなんですね。風流フェスの配信開始、中国の時間だと6時10分。おお、グローバル。そう、パイナップルチャーハン、チャーハンの中にパイナップル入ってて美味しいよ、野菜もある。配信見てたら突然お仕事の会議が始まってびっくり、そうだったの。インドネシア JKT48 さん、ん、そう、名前にね、ナシゴレンって日本の食べ物と思ったら違いました。あの別好きって言ってくれたから一回だけ歌ってから行く。みんなはあのさらってBGM くらいの感覚で聞いててね。昨日もさ、カラオケしたんだけどさ、あのした記憶がない。怖いよね、そんなこと言われたらねそんなこと言われたらね、怖いよね。声出るかな、
別にでした。お、もう中入れた、よかった。ちょっとね、流れてたよね、コメント。ラップうまい？嬉しい。ありがとう。
ズナズギスイズナツキだよ。スイズナツキ、ラップは格別。やった、嬉しい、ありがとう。お、スイズって子初めて見た。だって、初めまして、 NGT48 のスイズナツキです。確かにスイズって珍しいですよね。たまわりの発声練習は完了。全然完了じゃない全然完了じゃない。私はまだ中に入ります。そうなの、あれん、ゆすみんなだんだんおかしくなってきたよみんなだんだんおかしくなってきた。嘘、歌唱力あ、間違えた。
ケで歌ったこれ。今日はたくさんの海外の方が見に来てくださったから、こんにちは。そうなの、スイスイありがとう。ファストタイムカラオケですか。この世界の人へ、世界の人へがファーストタイムです。こんにちは。探偵いるんだけど、スイスイありがとうね。世界人いい曲ですよね。おはスイスイ、今日は夜勤です。あー、夜勤、夜勤ってことはお疲れ様なのか、これからなのか、どっちだろうか。お疲れ様です。おお、眺め良好。このままずっとイヤホンして。まだ私も実際のステージの形とかをあんまりイメージできてないからね、すごいね、どんな感じになるかワクワクです。6年ぶりに埼玉スーパーアリーナ入ったら大きすぎてビビって。やっぱりそうだよね、大きいよね。みんな夏希のこと見つけられるのかな。大きすぎてさ、夏希のこと見つけられそうですかね、皆さんは。あ、え、なんで、え、なんで。え、友達つかず思わせぶりで、待って、選択してないんだけど。え、閉じたら唇が触れた、場所に
するのかな、しないのかな、ドキドキしてね、わかりたい、わかりたくない、次は何が起きる、しそうでしない、あなたのキスはどう落ち着かず、思わせぶりで、ねえどこへと飛んでいくの、目を閉じたんだ、唇が触れた、あなたのキスは甘く切なく、夢のように儚すぎて、腕を回ししがみついて、ねえこのままこうしていたい、あなたのキスは偶然じゃない、巡り合ってこの場所に来て、黙ったまま見つめ合って、言葉以上に愛を伝えたよ、望んではいたけどいいのかな、ありがとうございます。ん？え、なんで私は今シソシナを歌ったの？カラオケがわからん挑戦状って本当にそう、歌えるかな、よいしょって、いや本当に10分までやりますって言って全部これに良かった良かった、曲止まってくれて、もうすぐイヤホン外したからね、怖くて次の曲いっちゃうんじゃないかってよかった、え本当だ、尺を気にしてくれたのかな、びっくりした、しかも寝起きですって言いながらシソシナを入れてきたからね本当に挑戦状めっちゃ面白いそれ埼玉スーパーアリーナでシソシナ聞いた人になった、本当だ、いいじゃないですか、埼玉スーパーアリーナでまさかのシソシナを聞いてね、なんかもう本当はいろいろ喋りたかったのに最後の方にもう時間になってしまったのでちょっととりあえず壇上を読ませていただきます。13位ゲバさんありがとうございます。12位ナイアンさんありがとうございます。11位イオスさんありがとうございます。10位フレムさんありがとうございます。9位リョウヘイさんありがとうございます。8位サンタロウさんありがとうございます。7位ポラリトンさんありがとうございます。6位オトーピャンさんありがとうございます。5位タカチオピピピーさんありがとうございます。4位タムヒロさんありがとうございます。3位ハマッピさんありがとうございます。2位アサユキさんありがとうございます。そして1位はルルルポン嵐田さんです、ありがとうございます。見てくださった皆さんも、コメントギフトくださった皆さんもありがとう。今日は埼玉スーパーアリーナで風流フェスです、楽しみだね、みんなステージ大きいので、あのあ、なんでだっけ、配信もありますので、配信でもぜひ見てください。なのでステージ大きすぎるので、夏希のことを見失わないでください、ぜひ見つけてください。今日はいっぱい楽しもうね。NGT をアピールしていきます。それじゃあ、視力いいから新潟から見つけるな。いや、怖い怖い。配信最善。わあ、嬉しい嬉しい。ありがとう。みんな、配信でも現地でも。ぜひ見てね。じゃあね、じゃあね。配信前にもレッスンお願いします。カメラどこだろう？めっちゃ遠いんじゃない？カメラ。見つけれたら頑張ります。
いってらっしゃい、行ってきます。みんなもこの後お仕事学校がある方は頑張ってね。今日一日一緒に頑張りましょう。じゃあまたね、またまたね、バイバーイ。